井上真でございます。ノーミルク佐藤でございます。こちらにいます、右下にいます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ皆さん、今回は先生、今回は俺が最後だった2020-21 プレミアリーグいろいろまとめたものを見ていこう。どん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 、すごい、はい、こうあの総合的データをね、データマンとして、そうなんです、ということですね。あの普段だったらここ、はい、あのポルトガルとかのベルギーとかもやったかなと思いますけど、うん、はいはいはい、そっちだとあの日本人の名前とか結構ドーンと名前出してましたが、うんうんうん、プレミアは今年あの南野さんだけなので、はい、はい、なんであの他の名前とか一切もうさっともうさっともうスタンダードな感じ。わかりました。はい。はい、ということで、まあ、早速もう、はい、会いましょう。はい、お願いします。こちらでございますよ。はい、こちらでございます。はい、順位表等々。あ、出ました。はい。はい。うん、まずはプレミアリーグ優勝はマンチェスターシーさんでございました。うん、おめでとうございます。ございます。まあ、CL は残念でしたけどもね。プレミアも圧勝でございましたよ。まあね、うん、はい。ということで、シティ、うん、そしてユナイテッド、はい、並びにリバプール、うん、そしてチェルシーの、うん、4チームが、来季、チャンピオンズリーグ2という。はい。あーす。はい、で、5位、レスター、うん、6位、ウェストハム、うん、なんとビッグシックスを、はい、からね、日馬が上回ってとか中に入ってきてということで、うん、レスター、ウェストハムが来年は、EL に、なるほど、はい、行くことになりました。うん、ウェストハムです、ね、はい、そして、7位、トッテナム、やった、うん、声出ちゃってます。先生、声が入っちゃってるから、心のね。ファンでしょうけど、はい。そうですね。ECL と呼ばれる。うん、ヨーロッパカンファレンスリーグに行くこととなりました。ね、どうなるか楽しみ。カンファレンスリーグアンセムがどういうメロディーなのかね。そうですね。これちょっと大喜利でやろう。できねえか、時代。あともう一個あるのが、うん、カンファレンスリーグ結局どこが出んのとかっていう動画も別途撮ろうかなと思っております。あ、そうですね。これ面白いですね。はい。あの、実はですね、これ収録してるのが5月31日なんですけれども、お昼ぐらい、日本時間お昼ぐらいですね、うんうん、あの、今、セルビアで活躍中の宮崎亮平選手からも、うん、あのダイレクトメッセージをいただきまして、あら、ありがとうございます。佐藤さん、できればあのカンファレンスリーグについて教えてもらえませんかっていう。なるほど。来年から始まるっていうじゃないですか。ああ、そうか。ビールアカリスナーでもあるのでね。はいはいはい、これは面白いと思う、ちょっとやってみようかなと。ちょっとそれはぜひね。現役選手からのね、欧州で活躍するこれはの、ね、お願いということですから、ぜひ。はい。ちなみに、あの、取ってのもやったって言ったら、確かに僕の心の声も確かに入ってるんですけど、入っちゃった。より、あの、右下にですね、うん、ちょっと書いてみたんですが、はい、あの、とんでもないことが起こりました、今シーズン。はいはいはい。トッテナムフォワード、ハリー・ケインさん。はい。プレミア史上2例目の、得点&アシストを。はぁ、はいはい。4方とも取ったっていうことで。これはすごいよ。得点プラスアシストを同時に取るっていうのは、やっぱすごいことでしょ、これ。ありえないっすね。そうだよね。意味わかんないね。で、ってことで、ベスト3だけ持ってきてみたんですが。うん、だって得点した時はアシストじゃないわけだしね、それは。そうなんです。逆もしっかりだからね。はい。すごい。ところで、得点ランキング1位がハリー・ケインさん。まあ、アシストもそうですけど。うんうんうん、ケインは23ゴール14アシストということで、1人で37点に絡みました。いやー、そういうことだ、紛れもなく。うん、はい。ていうか、68点決まってるんで、うん、半分以上ハリー・ケインが関わってる。はいはいはい。いうことですね。すごいね。ちなみに、3位が、うん、マンチェスターユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス選手で、はい、こちらも18ゴール12アシストで、得点もアシストもまあ3位と、まあね、2位タイですけど、アシストは、うんうん。ということになりました。うん、得点2位にはサラーさん、22ゴール、はい、アシスト、2位には、シティのデブライネさんが、うん、入りましたと、うん、こういう感じ。そうなんだ、デブライネよりケインのがアシスト多いんだね。まあでもちょっと怪我とか多かったっすからね。ああ、そっか。ちょっとチャンピオンズリーグ決勝もかわいそうでしたけどね。そうだね。2箇所骨折でしょ？あ、そうなの、知らなかった。そう。だから、ユーロ大変です。出れないぐらいね、もしかしたら格か、もしくは、あの、いわゆるあれですね、あの、宮本常さんと同じ。ああ、なるほど。はい、バットマンマスク。はい。ああ、そうですか。かもしれない。はい。ということで、順位戻りますけど、うんうん、まあ、7位までお伝えしましたが、なんと8位、うん、アーセナルが来年はヨーロッパの舞台に立てない。いやー、そうなんだよね。うん、まあ、勝ち1差ですけどね。はい、で、その下のリーズがすごいですね。昇格組リーズがここまで上がってきたと。はい。はい。で、そこにあとエバートン、ビラという形ですが、うんうん、あの、ま、毎年言ってるんでちょっとそろそろだなって話なんですけど、うん、来年のビラがまたやばそうというのがあります。アストンビラ。はい。はい。あの、来年にかける補強予算がもしかすると、プレミアナンバーワンの可能性があると。はぁ、アストンビラ。はい。なんでまた。はあ、実はですね、うん、あの、ビラさんは、3年ぐらい前かな、うん、あの、オーナー変わったんですけど、はい、よくあの、なんか、石油王系とか中国系だったらなんかわかるじゃないですか。はいはい、ビラの系譜ってアフリカなんですよ。そうなの？
そう。で、例えば日本でもね、はい、今このコロナ禍において、うん、みんないろんな業種も、経済的になかなかダメって言われてるけど、うんうんうん、実は EC 業界、アマゾンとかそういうことね、はいはいはい、インターネットショッピング業界ネットショッピング、はいはいはい、爆増してるわけですよ。そうだね、どこも。と同じように、なんかね、ヴィランところのそのオーナーさんがやってる仕事とかも、その落ちてないらしいんです。なるほど。お金住宅にあるみたいで。はあ、はあ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 。来年は、さらにこう、だから補強が進むんじゃないか。あ、まあ。へえ、そっか。そうですね。補強金額で言ったら、もしかしたら、それこそトッテナム、アーセナルとかよりはもう上だと思うので。ええ、じゃあかつてのチェルシーがアブラモビッチ体制でね、ドバーンと行ったように、うん、ってこと行くかもしんないですよね。そこにやっぱね、戦略的なリーズもいるし、うん、まあ、エバートンいるし、うん、他にも今年ちょっと怪我人とかも多発で大変でしたけど、ウルブスもいるし、はいはいはい、なかなかちょっと面白いことにはなってくるのかなと思います。はいはいはい。そして、まあ、12位ニューカッスル、13位ウルブス、14位クリスタルパレスといいますが、うん、15位サウサンプトンということで、はいはい、右上にもいますけども、南野匠選手のね、S 上履歴等々もちょっと載せてありますと。うん、まあ、正直そこまで出ることができなかったかな、そうか、ね、もうちょっとね、そうですね、出てもよかったかな。まあ、とはいえ、はい、38試合中19試合は出たんですけどね、うん、とはいえ、うん。という形ではございました。はい、はい。はい。うん、でどうやら、リバプールも結構、こう入れ替える形があるみたいな人数選手。あ、そうですか。だもしかするとタックミーに関してはサウサンプトンが今買いたがってるってところもあるので、もしかするとリバプールでの冒険はこれ終わりになる可能性もあるかもしれません。なるほど。ね、なるほど、そう。まだわかりません。うん、言ってほしいけどな。うん。うん、で、16位ブライトン、17位バーンリーで、残念ながら18位、19位、20位、フラム WBA、そしてシェフィールドユナイテッドが降格ということになる。はい。はい。なるほど。ってことで次のページご覧ください。はい、最初に次のページの右側をご覧ください。うん、ドンと。はい、ドン出た。一応右サイドだけ先に見ます。はいはいはい。右サイドはチャンピオンシップの順位表を持ってまいりました。ああ、はいはいはい。はい。まあいろいろ載ってますが、まあ、下のカテゴリーですね。はい、そうですね、うん、今回昇格してくるのが、まあノリッチシティ、ワタフォードとブレントフォードということで、うんうん、まあ昨年在籍したノリッチシティ、ワタフォードが、1年で戻ってくるということになりましたが、はいはい、ブレントフォードは初めてのプレミアということになりますので。そうですよね。あまり聞いたことないですもんね。うん、はい。はいはい。すごいのが、もともとブレントフォードには、実はね、その脇にベストイレブン載せてますけど、なんと、プレミア初年度で、このベストイレブンに輝いたのが、アストンビラのワトキンス選手ってフォワードがいるんですが、もともとブレントフォードだったかなから、移籍してきたんですよね。はい。そのストライカー抜けて、でもなお勝ち続けたっていう、このブレントフォードすごいなっていう。なるほどね。勢いあるね。これなんで急激にこんな力をつけてきたんでしょうかね。いやー、やっぱね、お金ある。まあ、多分ね、ワトキンス代とかもあったんじゃないかなと思いますけど。ああ、そうですか。というところですね。なるほど。あと、個人的にはちょっとミルウォールがいつもこの、まあ、注意にいるのをどうにかしてほしいなと。ミルワカですからね。やっぱちょっと縁を感じてますからね。そうなんです。ゲーム対決の時もね、こう使ってましたもんね、ミルウォール。そうなんです、はい、そうなんです、はい。ということでございます。なるほど、11位頑張っていただきたいですね。はい。うん、そして、左側、ベストイレブンの前に左側から行きたいんですが、うん、はい、ちょっといくつかのスタッツを持ってまいりました。はい。データ表彰でございます。はい。はい、まあ、それぞれね、タックル、エンディディとか、うん、まあ、ドリブルがね、アダマ・トラオレとかいろいろいますけど、うん、ちょいくつか言いたいことがあって、うん、このトラオレ、デブライネ、グリーリッシュ、ジョンストンという4人が黄色いカラーになってると思う。はい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 。この4人何かっていうと、今期の、プレミアだけじゃなく、うん、世界ナンバーワンデータです。ああ、五大リーグというか、はい、その世界のリーグ で、ね、この数値4.1とかっていうのがね。残しましたと。まあ、プレミアリーグっていうぐらいだからそうなるよね。はい。はい、ちなみに、ドリブルって、10年くらい、はい、ドリブル1位はあの人しかいなかったんですよ。メッシ。ああ、はいはい。メッシを唯一破った男。アダマ・トラオレ。そっか。全然考え方違うけどね、ドリブルの質とかっていうか。そうなんです。方向も長さも多分違うんだろうけど。はい。この定義の中では抜かしたってことだね。そういうことですね。はい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 、あと、もう一つこれ皆さんにお伝えしておきたいのが、うん、タックルとか、まあ、ここにインターセプトなんかもそうですし、はいはい、まあ、ドリブルでもその空中戦でもそうなんですが、うん、1試合で3回勝ったら、とか3回プレーしたら、それは相当なこと、例えば勉強でいう偏差値70みたいなものだと思っていただきたいんです。なるほどね。はい。ってことは、1試合3回か、毎試合やってる選手いたら、とんでもねえってことになるわけです。うん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 、ここに映ってる方々がみんなとんでもないですね。2塁打ぐらいですか？野球で言うと。2塁打3回やったらすごいじゃないですか。いや、そうですね。それを毎試合やってるってことですから。まあ、1.5 塁打ぐらいか。
ね、わかんないけど野球の質感で言うと、まあまあね、意味はそういうことですね。超人的なのはエアバトルですね。空中戦、はい、ベンテケさん、うん、1試合平均でのエアバトル勝数が 6.8 回、うん、いやーすごいね。毎試合7回ぐらい勝ってるってことですからね、ありえない。平均だから10回勝つ時もあるわけですね。そうなんですよ。すとんでもないことですね。すごいです、うん、まあ攻められてるっていうのはあるんだろうね。あれ、まあね、うん、まあでもベンテケフォワードですから。ああそっか、失礼。ああそっか。そういうことでもあるかもしれませんね。そして下見ていただきたいんですけど、うん、下にアシストトゥーゴールコンビネーションっていうデータを持ってまいりました。うん、これ何かっていうと、うん、得点者アシスト者の関係性に関してを並べたものになるんですが、はいはいはい、いわゆるハリー・ケインからソン・フンミンっていう形の得点が、よく見た、はい、うん、9点あるんですよ。うん、当然ながらダントツ1位です。ここで稼いでんだね、お互いね。うんうん、ちなみに、その関係性でいう2番手は、うんうん、ソン・フンミンからハリー・ケインでした。本当はこっちのが多いはずなんですけどね。まあ、ね、サイドからセンターだから。そうなんですよ。だからハリー・ケインが降りてくるとかがね、聞いてたってことでしょ。てか、だからこの2人だけで14点取ったんですよ。すごいね。直接ね。すごいね。他にはブルーノ・フェルナンデスからラッシュフォードとか、うん、あとはアストンビラでグリリッシュからワトキンス、あとエバートでリュカ・ディーニュからカルバート・ルービンなんてこともありました。なるほど。ということでございます。そして、最後ね、真ん中のベストイレブン。まあ、今回はちょっと日本人選手が一人しかいないっていうのもあるので、うん、今回ベストイレブンなんてことを私作ってみたんですが、うん、データ的なベストイレブン。こんな感じになりましたよと。はい、キーパーは、アストンビラの、元ね、アーセナルの、エミリアーノ・マルティネスさんがありまして、うん、センターバックにはマグワイア、ターコースキー、右にはワンビサク、左にはカンセロ、うん、でボランチがちょっとまあカンテぐらいしか僕は見当たらなかったのもあって、うんうん、まあ、中盤4人ちょっとフラットで考えていただきたくて、うん、まあ、まあ、マフレズ、細かいこと言わずにね、見てください、ね、中盤ってことでしょ、うん、はい、マフレズ、デブライネ、ブルノ・フェルナンデス、グリリッシュ、グリリッシュ、ツートップにハリー・ケイン、ワトキンスと入りましたと、うん、ワトキンスなんだね。手間でも分かるんですが、うん、優勝したシティから、まあ、マフレズ、デブライネ、カンセロと3人入ってるの分かるし、うんうんうん、まあ、2位のユナイテッド、マグワイア、ワンビサカ入るの分かるんですが、うん、まあ、得点王のね、アシストでもある、ケインも分かるんだけど、うん、なんとアストンビラから3人入る。いや、そうだよね。うん。キーパー、そうなんですよ。マルティネス、グリーリッシュ、ワトキンスと。オーバーエイジみたいな入り方してんじゃん、これ。そうなんですよ。だからこういうところからも、うん、もうビラがそろそろ来るぞって。足音が聞こえとると。間違いないものなんですよ。あーは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 ー、アストンと聞こえてるということね。そう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 。だみんな楽しみにしてください、アストンビラ。へー、面白い。ということでございます、ね。はいはいはい。なるほど。はい。というプレミアリーグのいろんなデータでございました。ということで、また来季も楽しみでございますね。この後また移籍とか、その他の、ね、戦略とかも。それはまた動画にもしてきますので、うん、よろしくお願いします。ユーロも楽しみだね。これプレミア勢がね、どう動きますかと。ユーロも動画にしようかと思っているので、ね。いや、教えてくださいよ。はい、もちろんでございます。ありがとうございました。ということで、今日もありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンね、この動画が面白かったなと思うから、うん、ぜひ押しておいてください。お願いします。ということで、井上真央でございました。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございます。また次回です。さよなら。店皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。